はい、こんにちは。セーラー塾講師の畑野です。よろしくお願いいたします。さて、今回は、明治初期の対外関係の2番目です。1番目では平等条約の改正に関して岩倉使節団、そして、寺島宗則による、交渉、それから、中国の清、そして琉球王国のとの、日本との関係についてお話をしています。で、今日の2回目では朝鮮との関係を見ていきます。はい、で、朝鮮なんですけど、明治のその日本政府ですねからは、国交を開きたいという、まあ、要求を受けていました。ところがこの当時は鎖国をしていたんですね。まあ、江戸時代の日本のように鎖国をしていました。で、まあ、こういった日本からの国交を開けという要求に対しても、まあ、不満があったため、まあ、開かずにいたわけです。で、日本の中はじゃあどういうふうになっていたかというと、これちょっとビデオの明治の3回目であった内容を少し復習をします。日本では先ほど言った岩倉使節団に岩倉智美とか、あと大久保利通、木戸孝允などのメンバーが、使節団としてヨーロッパやアメリカに行っているわけです。で、それが帰ってきました、帰国で。まあ、主な目的はそれの不平等条約の改正であったわけですけど、なかなかうまくいかずに、結局そのアメリカなど その進んだ文化とか制度というのを、勉強して帰ってきますという、まあ、岩倉使節団に行った人たちで、残り日本に残っているのは留守政府というふうにまとめて呼ばれていて、メンバーで主な人を挙げると、板垣退助、それから西郷隆盛などですというふうに、日本の政府の中でも使節団に行って、まあ、帰ってきた人、それから残っていた人というふうに二分されていることになります。で、まあ、ちょっと想像してみていただきたいんですけど、岩倉使節団に行き、そのまあ海外、そのアメリカ、ヨーロッパという、まあ、日本より進んだこう文化、制度、まあ、憲法とかというのを持っている国を見てきた人たちが日本に帰ってきたら、じゃあ日本、ね、どうするかというと、やっぱりその日本国内の法律だったり、まあ、例えば国会だったりとかっていう、まあ、制度というのを、まあ、さっき見てきた他の国のようにこう真似をして整えていきたいなと思うわけです。そのことをその国内のね、その政治とかも制度を整えることを優先するべきということで、内地優先と呼んでいます。はい、ところが、留守政府ですね、使節団でなかった人たちっていうのは、この使節団が行っている間に何を考えていたかというと、この政官論というものが今大事なキーワードになってます。内容をいきましょう。朝鮮を開国させよう、こうやって国交を開けませんかと言っても開いてくれない朝鮮を、西郷隆盛はですね、朝鮮に派遣をして、開国させてしまおうと。で、もしその朝鮮がそれを反対するようであれば、この武力に訴えてでも開国させようと、それにその征伐するという政官論というのが盛り上がっていました。で、そういったところで岩倉使節団が帰ってきます。帰ってきたら朝鮮を開国させようというふうに、日本のこう外に、朝鮮の方に目を向けている留守政府のメンバー、ね、その考えに対しては、先ほど言ったようにこの人たちというのは内地優先だと、ヨーロッパのとかアメリカに習って日本を整備するべき中ですね、国内を整えるべきという考えになって戻ってきてますので、政官論に対しても反対するんですね。大丈夫ですか？反対します。なので、結局この残っていた人たちが政官論を唱えたにもかかわらず、自分たちの意見は通らずに、結果どうするかというと、ゲアっていうふうに言ってるんですけど、これはその政府の、役人というのを辞職しますっていうことを、まあ、ゲアというですね、在野に下るっていうことです。在野 の民間の方に下るっていうふうに考えてます、ゲアと、はい。なので、ここから先っていうのは岩倉使節団に行ってきたメンバーっていうのが政府を主導していくことになります。特に大久保利通がリーダーとして引っ張っていくわけです。はい、ここまでがまず一つの大きな流れですか。朝鮮をが開国してくれないのに対して、武力を通してでも開国させようとする留守政府、それから使節団として行って戻ってきて、日本の国内の整備が先だよっていうふうに考える人たちで、こっちが勝つわけですね。は
はい、ところがこちらが行きます。1874年放火島事件というのが起きます。放火島っていうのが、大韓民国と今の朝鮮の民主主義人民共和国、それは境のあたりにある島ですね。そこに日本の軍が、朝鮮側を挑発するんですね。そうするとこちら側が、朝鮮側が怒って、結局事件が勃発すると。で、その事件の処理に関して日本と朝鮮は日朝修好条約を結びます。で、これが場所の名前をとって放火条約とも呼ばれているものです。で、内容の細かいところ、そうです、まず今書いてあるところを先に押さえていきましょう。で、これの条約によって結局朝鮮は開国することになります。はい、そしてここに不平等と書いてあるんですけど、日本と朝鮮の関係っていうのが対等ではなくて、日本が上、朝鮮が下という関係になってます。それに、ペリーが来た時に日本とアメリカでは、日米修好通商条約などを結んでいますけど、アメリカの方が日本よりも上で、もし他の日本が他の国とまた別の条約を結んだ時も、アメリカが常にどの国よりも日本に対して有利になるようにということをしてました。で、その真似を実は日本と朝鮮の間でやってしまったのが日朝修好条約です。なので日本の側にその領事裁判権がある。そして関税、日本側の関税は免税であると、免除されると。で、どういうことかというと、例えば日本から朝鮮大家が行って、そこで悪いことをしたとします。で、領事裁判権が認められているということは、そこの朝鮮に行っている日本の役人、領事が日本の、罪を、日本人が罪を犯したら、その日本人の裁判、日本人の法律にのっとって裁判をすることができるんですよ。朝鮮の法律ではできないっていうことです。それに、外国で何か悪いことをしても、日本の法律にのっとって処分するので、日本にとって、有利な、例えばこう判決っていうのを出したりするわけです。これに朝鮮にとっては非常に不利だと。それから関税が免除されていると、こういった不平等な内容になっています。はい、ここまでが大きな流れです。で、あと、選択権という観点でいくと、この日朝修好条約、これとよく間違えやすいのが、前回言いました日清修好条約です。ここは一緒です。これは日本と清は対等です。なので、先ほど言ったこういう不平等な、どちらかだけこの権利があるとかないとかっていうことはないので、そこの違いだけを注意しておいてください。だけで、今回は以上なんですけども、次回またロシアとかの関係がまだ残ってますので、丸3番もぜひ続けて見てみてください。というわけで今回は以上です。ありがとうございました。